る12月24日日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。地獄絵図を描きたくなければ死力を尽くして止めに来い。思う存分呪い合おうじゃないか。凄まじいね。これが特級過剰音量織本里香の全容か。里香と雄太は大人になったら結婚するの、約束だよ。ええ、乙骨雄太は呪術高専で預かります。無理だよ僕。乙骨、お前マジで何しに来たんだ呪術高専によ。僕は誰かと関わりたい、誰かに必要とされて生きてていいって自信が欲しいんだ。頑張れ雄太。僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。最後にもう一度強く抱きしめて、その後はもう何もいらないよ。見えない未来も全部こさえも、あなたに満ちれば後悔はないよ。最後にもう一度力を貸して、その後はもう何もいらないよ。僕の未来も心も体もあなたにあげるよ、全部全部。来い、リカー。